ジャンボの愉快な旅クラブ。旅は人生を豊かにするジャンボツアーズがお届けします。おはようございます。さあ今週は日本航空で東京を経由しまして2コース北海道をご案内します。まず北海道3日間でツアータイトルが北海道大バーゲン3日間。10月の中旬この紅葉が見頃なシーズンから12月20日ぐらいまで、まずは羽田を経由しまして十勝帯広空港から専用バスで幸福の駅、そして阿蘇路庵からお泊まりが阿寒湖畔の御前水でご用意しました。2日目絶景の摩周湖、そして釧路湿原の方にもご案内していきます。お泊まりがちょうど北海道の真ん中にあります大雪山国立公園、大自然の中でホテル風水ご用意しました。さあ3日目風水を出まして絶景の扇ヶ原の展望台にご案内しまして、その後十勝牧場白樺並木、こちらの方行きまして龍月のスイートビアガーデン、音更道の駅、この辺りを楽しんで十勝帯広空港から東京を経由してご案内します。さあもう一コースは秋といったら秋の収穫祭、毎年やらせていただいております北海道、今回は秋の収穫祭北海道デラックス4日間でご用意しました。こちらの方は日本航空でまずは旭川に降り立っていただきまして、旭川のラーメン村のあたりでお好きなラーメン、もう旭川本場ですよね、楽しんでください。その後五つ星の宿早雲峡温泉ホテル大雪でご用意しました。2日目銀河流星の滝にご案内しまして、このツアーではオリジナルで大雪ダムのバックヤードのツアーをご案内していきますよ。そして、仙北峠から北狐牧場の方に行きまして、そして野取崎の展望台、素晴らしい絶景を楽しんでいただいて、東仏湖の白鳥公園からあの知床の方にご案内していきます。ホテル知床で源泉かけ流しのお湯を楽しんでください。3日目です、知床自然センターからおしんこしんの滝、そして絶景の摩周湖、屈斜路湖、硫黄山、この辺りを見ていただいて、阿寒にも五つ星の宿ホテル敦賀でもう夕食朝食びっくりするぐらいいっぱい並んだお食事楽しんでいただきます。4日目、絶景の御根と阿蘇路を見ていただいて、十勝帯広空港から10月中旬から12月の初旬にかけて皆さん方を4日間ご用意します。この絶景本当に、この間そうそうカモメだらけの中でオジロワシも見ましたよ。行きましょう北海道。この番組はジャンボツアーズがお届けしました。さあ次週は文字通り地球規模でたくさんのコースを僕一生懸命不眠不休で作らないといけないぐらいプレッシャーの中で、この地球を舞台に来年の5月までの商品を出していきますので、ダイジェストでお楽しみください。また来週。